有野川の自宅の近くに来てるんですけども、あちらが、タオジ駅の、近辺の、交差点の、まあ、道路なんですけども、もう一つ先にこちらに橋がありますので、まあ、水位がこの高さに来るまでのところで、合わせていただいたら大丈夫です。まあ、あちらの方の先の方に、まあ、右端の方に、自宅、まあ、家が、何軒か建ってますけども、まあ、そちらの方まで、水位が来ることはないです。こちらの高さに、合わせていただくと。ですので、まあ、高さがこの辺りで、まあ、7メートルぐらい、かと思われます。まあ、門の形状なんですけども、石門でもいいと思います。ああいうふうに、石が、まあ、河川にの底にたくさんありますんで、そういったものを集めて、上げ下げできる石門を、作ると。で、まあ、加古川のその下流にある石門を見てもらったら分かると思います。まあ、石と言いますけども、一応まあ分かりやすく石門と、表現しています。まあ、水位ですね。まあ、どのあたりに門を設置するのが一番いいのか、向こうの方だと両サイドの高さがまあどうかなという部分はやっぱりありますね。こちらの方がどうなんでしょうね。ちょっともう一回向こうから撮影してみますね。先ほど映していた橋の下に来ています。あちらの橋が先ほど、撮影していた地点です。で、あちらの高さぐらいで、まあ、この辺りに作ると。まあ、ここから先はほぼ平行で、まあ、あちらの方が少し深くなってるんですけども、そういったところもまあ埋めてと、まあ、いうような形になりますね。で、あとはまあ河川の底とかをコンクリート化もした方がいいでしょうね。まあ、まあ、門を作るとしたらこの辺りがいいんじゃないかなと思います。左側がちょっと河川のその岩壁工事ができてないんじゃないかなと思われます。あと右サイドも木とかだいぶ生えてるんで、岩壁工事は少しだけ必要ですね。まあ、あの地点の高さですから、まあ、高さが、まあ、1メートルあるかないかぐらいの高さですね。まあ、近くまで来てみたんですけども、まあ、こういう風な状況ですね。まあ、あちらは水を汲み上げてるのかもしれないですね。農業用か何かで。まあ、門は手前の方に作っておかなか、なければならないということになりますね。まあ、こちら両サイドの木はある程度、切っておくと。まあ、ある程度石垣は組まれているので、水位ある程度のところまで来ても、まあ問題ないかと思います。まあ、けどこっから見ると、まあ、地面のところとほとんど差がないんで、まあ、あんまり気にしなくてもいいような気もしますね。その辺の、落ちてる石とかで、この両サイド、こう高さもうちょっと上げるとか、まあそういうことでもいいかもしれませんし、まあけど基本的には両サイドまで水溜め込みたいですね。この辺りとか、整地してということになるんですけども、コンクリート化して水が地面の底に抜けていかない、その方がやっぱり水のやっぱり総量によって圧力がだいぶ変わってくると思いますので、高さ7メートルないかもしれないですね。5メートルくらいかもしれないですね。橋のところまで。まあ、門を設置するとしたら、まあ、ストレートに、ある程度の距離取りたいので、まあ、向こうの流れ方がもうほとんど止まってるから、この辺りが基準かもしれないですね。以上です。